子供のための小公共曲は、諸井三郎により作曲された公共曲。1943年10月6日から10月21日までという短期間に仕上げられ、同年10月26日、作曲者式、東京放送管弦楽団により NHK のラジオ番組の中で初演された。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、 トランペットに、トロンボーン1、チューバ1、ティンパに、言語部編路調、4分の3秒しそなた、形式弦楽器がはみでよく、音階を加工する音形を繰り返すのを伴奏に、クラリネットが、リディア先方風の響きを持つ、忙しく動く、第一主題を提示する。この主題が、バイオリンに受け継がれ、しばらくすると、チェロに変歩単調で物静かな第二主題が現れる。 提示部は反復され、展開部は、第一主題を主に取り扱い、力強い再現部を経て、コーダに入り、変動音をシーソーしてこの楽章を閉じる。ABA の三部形式によるメヌエット A 部分は、都単調、8分の6秒子。B 部分は、都長長、4分の2秒子。A は、弱音き付きの弦楽のさざ波の上で、大募絵が、寂しさを称えた主題を奏でる。 B は、スラブ風の活発な部曲。ロタン長変路長長、4分の4拍子、ABA の3部形式に、コーダがつく。冒頭、大ーボエが、ビオラの対戦率を伴ってこの楽章の中心となる、主題を奏する。その主題は厳格に受け継がれ、フォーレやラベルのように、境界戦法風に崩れてゆき、焼結尾となる。 B 部分はバイオリンがゆったり流れるようなホール風の旋律を奏し、フルートが日本民謡風の旋律を出すと、クラリネットとバラベ歌風の掛け合いを演じる。やがて A の旋律が返ってくるが、日本の語音音階の響きで処理され、B 部分の要素も加わって、展開部のような様子を見せる。突如金管が第一楽章冒頭の加工音系を拡大して奏し、これに、 A 部分の戦術がこれに応えながら、厚みを増してゆき、ホルティッシモで変路調々手話音をそうして集結する。ありがとうございます。